こんにちは、褒めまくりです。皆さん、お元気にお過ごしでしょうか？さて、今日は台湾からの話題をお伝えします。題して、台湾産無人機エイトンビを東沙島に配備、一部報道。国防部憶測はやめてです。それでは、早速行ってみましょう。台湾が自主開発した無人偵察機エイトンビを国防部国防省が南シナ海の東沙島や太平島に配備したと一部メディアで報じられたのを受け、同部の文純文報道官は25日、両島の防衛力を強化させていく方針を示した上で、兵力の配備や武器、装備については作戦計画に関わるため説明を控えるとし、過度な憶測はしないよう呼びかけた。エイトンビは政府系研究機関の国家中山科学研究院が開発した。全長 5.3 メートル、翼幅 8.6 メートル、全高 1.6 メートル、最大積載量が55キロ、高度4000メートルまで上昇可能で、最大滞空時間は12時間に達する。2017年9月から海軍艦隊指揮部に所属している。以上です。皆さん、どう感じました？どう思いました？褒めまくりは、日本が情けなくなりました。台湾さんは、無人偵察機をもう実戦配備してるんですね。それも自国生産してるんですね。日本はいつになるのでしょうか？まだ実戦配備してませんよね。日本には広大な領海があり、広大な EEZ 排他的経済水域があります。自衛隊の人員不足が日常的に伝えられる中、有人偵察機だけでカバーするのは限界があるんじゃないですか？アメリカのグローバルホークを導入するとか言ってましたけど、結局中止とか再検討とか今月報道があったと思います。この台湾産の無人偵察機の性能がどの程度なのか分かりませんけど、日本は情けなさすぎませんか？技術の問題ではないんですよね。日本の場合は日本政府と日本の与党の政治家と政治や官僚の意思の問題だと思います。日本で作ろうと思えばいくらでも作れるんじゃないですか？作れませんか？アメリカとの関係もあるでしょう。それはわかります。ただ自国で同程度のものが作れるなら自国で作るべきじゃないんですか？自国の産業育成のためにも自国で作れるものは自国で作るべきなんじゃないですか？日本の野党の妨害工作もあるでしょう。でも結局日本政府に意思が強くないというのが原因じゃないですか？少なくとも現時点においてアメリカと同程度の性能の無人偵察機を作れなくとも、段階的に性能アップはいくらでもできるでしょう。最低限台湾産以上の性能の無人偵察機は作れるでしょう。日本の政治システム、官僚システムに問題がありすぎませんか？武漢ちゃんのコロリンコロコロもそうですし、原発の時もそうでした。議論、検討、議論、検討、議論、検討、議論、検討。100年くらいかかりそうですね。日本で無人偵察機を作るという意思はないのでしょうか？さすが先手先手の日本国です。皆様はどう感じますか？今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。